皆様こんにちは。今回は iPhone 6s 6s プラスの Google フォトアプリがライブフォト写真の表示に対応したので、その表示方法をご紹介させていただきます。ライブフォトは iPhone 6s 6s プラスで搭載されたカメラ撮影モードで、カメラシャッターを押した前後 1.5 秒ずつ合わせて3秒間の動画を写真とともに撮影することができます。ライブフォトで撮影した写真はこれまでは iOS 版の Google フォトアプリでは見ることができませんでしたが、今回アプリがバージョン 1.8.0 にアップデートされ、ライブフォト写真の表示に対応しました。バージョン 1.8.0 以降にアップデートした Google フォトアプリでライブフォトで撮影した写真を表示すると、右上にライブフォトのアイコンが現れます。ライブフォト写真の動画を表示する方法は、このアイコンが表示されている画像において画面を少し強めにタッチすることで、タッチしている間は3秒間の動画が流れます。この画面を少し強めにタッチする操作は iPhone 6s 6s プラスに搭載されているディスプレイのタッチ強度に応じた反応をするフォースタッチが利用されています。 Google フォトはクラウドサービスなので、 iPhone 6s 6s プラスで撮った写真を同じアカウントでログインしている PC や Android でも見ることができますが、ライブフォト写真ではなく通常の静止画となりますのでご注意ください。以上、 iPhone 6s 6s プラスの Google フォトアプリでライブフォト写真を表示する方法のご紹介でした。